ハーストキャッスルはイエロージャーナリズムによってアメリカ合衆国の新聞王になったハースト家の豪邸の一つ。カリフォルニア州産シメオンの丘の頂上にそびえ立つ。現在は州が所有し歴史的建造物として一般公開している。敷地面積約8400平方メートルの中に約6000平方メートルの城と3つのゲストハウス。 ローマスタイルの豪華な屋内プールと屋外プール、動物園、エアポートなどがある。建物は地中海リバイバル様式と呼ばれるスペイン、イタリアなどのルネサンス期のスタイルを設置したもの。母屋の城は建築手である新聞王のウィリアム・ランドルーフ・ハーストがスペインのロンダで見た教会をイメージしたもので、内部には寝室のほか書斎、図書室、映画室、遊戯室、 美容室、食堂など115の部屋があり、ハーストがヨーロッパで集めた絵画やアンティークの調度品で飾り立てられている。3つのゲストハウスには寝室やホールなど合わせて46室があり、こちらも豪華な装飾で埋め尽くされている。1865年にハーストの父ジョージがこの一帯の土地を購入。両親の死後、この地を相続したハーストは、 人里離れた内地にありながら、遠くに海を望む高台の絶景を機に、入り、豪邸建築を計画。ハースト社のビルをいくつか手掛けてきた、女性建築家のジュリア・モーガンに設計を依頼。1919年に着工。城が完成すると、当時、ハーストの愛人だった女優のマリオン・デイビスが城の女主人として君臨し、チャップリンなど親しい映画関係者や、 生在界の有名人を招き、華やかな暮らしが始まった。そのまま増築が続けられたが、1947年にハーストが病床につき、ビバリーヒルズに引っ越したため中止された。1951年にハーストが亡くなると、ハースト社が引き継いで管理していたが、1957年に州に寄付された。ハーストキャッスルを維持管理する財団が設立され、 トップに、ハースト家のメンバーが就任したほか、ハースト家のものは、好きな時に利用できることになっている。南西から眺めた、ハーストキャッスル・ウィリアム・ランドルーフ・ハーストの生涯を、モデルにしたと言われている映画、市民経営には、主人公が住む未完の皇帝、ザナデュとして、ハーストキャッスルを思わせる城が登場するが、映画に登場するのは、ロングアイランドにある、おひか城の映像を加工したものである。 オヒカ・キャッスルは、ドイツ系ユダヤ人の金融家が建てた豪邸で、1980年代には、横井秀樹が一時所有していた。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズ、ナショナルパークサービス、2020年10月12日、閲覧、ハースト・サン・シメオン・ステート・ヒストリカル・モニュメント、オフィス・オブ・ヒストリック・プリザベーション、 カリフォルニア・ステート・パークス、2014年4月14日、閲覧。フォーダーズ、フォーダーズ・ノーザン・カリフォルニア2011、ウィズ・ナパバレー、ソノマ、ヨセミテ、サンフランシスコ・レイク・タホ、ランダム・ハウス・デジタル、インク、P88。 ISBN 978から1から 40005031https コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ books id イコールオーレープよ tvcc& ピコグラムイコール PA952011 年12月25日閲覧ハーストキャッスル公式サイトバラのつぼみ市民権と新聞をハーストマジソンズありがとうございます